それがダメだと思ってたそれでは公開の例会を始めます。最初に麻生会長からご挨拶します。私は先月の16、17日の土日、モスクワで開かれました G20 財務大臣中央銀行総裁会議に出席をして、先週のこの当例会で皆さんに申し上げました通り、今日本の円安株高ということに対して、日本としてはまだ何もしてないんだけれども、これ勝手に下がったり上がったりするわけですが、他の国から見たら、お前らなんか裏でペソンとかしてるという感じになって、為替誘導を政府がやっとるというように言われるわけですよ。それによって影響を受ける国が多いから、それはないと。我々は20年間続いたこのバブルに対する対策をやった結果、円安株高になったんじゃなくて、我々はその結果として日本経済が再生していくことになりますから、再生をしていくということは他の世界経済にとってもいいことでしょうかという点で、納得を、みんなに言わせなさせ、みんなに他の国にしたらさせられたというんだろうけど、していただきましたまあ今また審議中の今年度の補正予算、今日で参議院のが一般が終わって、明日示そう採決は26日になるんだと参議院は話ですけれども、いずれにしてもこれについて2月の28日には25年度の本予算がいよいよ上程されることになりますので、いよいよ国会審議が忙しくなってくるとは思いますけれども、これが全部出来上がって初めて経済再生等々ができることになりますので、ぜひその点についてご理解ご協力を、これが成功するかしないか、今回の安倍総理の言っておられる3本の矢が成功するかしないかは、この補正に続く本予算というものがきっちり施行できるかというところにかかっていますので、ぜひそれ以外にご理解いただければと思っています。安倍総理、今日から米国へ出発されて、22日の金曜日現地時間でオバマ大統領との間で首脳会談が行われる予定になっているんですが、これは日本日米会談、日米関連系というのは、これは日本の外交の基軸、一番の基軸でありまして、この基軸が鳩山内閣以来、この方普天間の発言以来、全くこの関係が希薄なものになりつつは、その希薄なと見られた途端にそこを突かれて、尖閣いろいろなことを我々はやられているわけですね。ここをきちっともう一回立て直すという意味においては、オバマ安倍会談というのは極めて重要な問題なんだと思っていますので、ぜひ日米関係というものがより強固なものにしていくために、何が大事なのかという点はきちんと話をしていかねばならない、してもらえばならない大事なところだと思いますので、ぜひその点を大いに期待をしておりますけれども、今後ともこの太平洋、すいません、今までは、大陸というユーラシア大陸の中でロシアとアメリカとかいうのになったのが、いつの間にかこの時代、今の時代は太平洋を渡って両者でということになりますので、いずれにしても日本は地理的にはそのちょうど間にいるという国です。ぜひともそういった地理的な条件も考えて、日本という国としてはきちっと日米関係を基軸に考えるという
ということを頭に入れて対応していただくというのが、これから日本が生きていく大事なところだと思ってますので、よろしくお願い申し上げて、ご挨拶いたします。はい、ありがとうございます。それではマスコミの皆さん、ご退席ください。